この辺りは人通りが多いからチラシ配りに来るんだ。朝はお店がまだ開いていないから人通りはそれほどでもないけど、昼過ぎからはすごい人出なのよね。海ちゃんの初めてのチラシ配りもここだったよね。思い出させないでください。すごく恥ずかしいです。新入生歓迎会の時にもらったファーストライブのチラシ、私までドキドキしたことまだ覚えてるよ。でもファーストライブの当日にはしっかり配れるようになってたし、効果あったんやない？ふみちゃんって恥ずかしがり屋なのか大胆なのかわからなくなるにゃ。確かに恥ずかしがりなのに、ライブでは結構大胆な振り付けをアドリブで入れてきたりするのよね。海のクールでいてちょっとお茶目なところはギャップがあっていいわよね。ギャップならニコッチも負けてないんやない？ニコニーもみんなのアイドルだからギャップなんてないもん。さすが宇宙ナンバーワンアイドル、完璧な返し。学校見学に来た人には私たちミューズのことももっとよく知ってもらいたいよね。移動時間の合間に自己紹介をするのはどうかな。歩いている時間も結構あるし、いいアイディアね。君にいろいろ聞いてもらっちゃおうかしら。みんなでみんなを紹介し合いっこっていうのも楽しいかも。自分では気づかない一面が見られると思うし、いいんじゃない。海、そんなところで何してるの？いえ、懐かしいカプセルトイがあったものですから、つい。海ちゃん、緊張したり恥ずかしかったりすると隅の方に行っちゃう時があるよね。もしかして学校説明会のリハーサルで緊張してきちゃったとか？それはお客さん役がよく知っているあなたですから大丈夫です。さあ次に行きましょう。海ちゃん、右手と右足が一緒に出ちゃってるよ。このリハーサルでしっかり慣れてもらわないとね。案外本番になったら強いとうちは思うな。海ちゃん、スクールアイドルの衣装を着て案内するとか言い出しかねないわね。それはそれですっごく楽しそうにゃ。きっととっても目立つし目印にもなるんじゃないかにゃ。あんまり目立ちすぎてもとは思うけど、学校内の案内の時は着替えてもいいんじゃないかしら。じゃあ学校案内用の衣装とか作っちゃおうかな。いろんなサプライズができたらいいよね。学校見学に来てくれた人のために私たちミューズのライブもやれたらいいな。今から計画しようよ。だってエリッチいいやんね。理事長に提案して検討してみるわ。